指名手配とは、警察が逮捕令状の出ている被疑者を逮捕するための手段。国家公安委員会が定めた規則である、犯罪捜査規範31条以下が規定し、犯罪捜査協助規則7条以下にも、同種の規定がある。犯罪捜査規範及び犯罪捜査協助規則の法的性質は、あくまでも、国家公安委員会が定めた、警察内部の取り決めに過ぎない。つまり、 一般人に対して何らかの法的効果を有する法律または命令ではない。したがって、指名手配により、被疑者の指名等が一般人に当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点に留意する必要がある。もっとも特に重要な事件では、全国の警察機関に加えて公共施設などに被疑者の顔写真や指名などを配布して、 一般人の協力を呼びかける公開捜査という捜査上の手法を取る場合は少なくない。特定の事件の捜査を担当する警察が全国の警察に対して逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し逮捕ゴミ柄の引き渡しを要求するために指名手配書によって行う。つまり逮捕状が出ているが逃亡などで被疑者の所在が不明である場合に行うものであり、 都道府県警察に手配する。なお2007年4月1日から警察庁は検証広告制度を設けた。これまでに9人の指名手配被疑者が報奨金の対象となり、うち5人が逮捕または発見されている。また、ヤフージャパンがウェブページの広告上に無料で指名手配の被疑者の顔写真を掲載した。そうしたところ、 多くの情報提供が来るようになったりと、インターネットを使った指名手配の公開も広がっている。制度概要正式には、警察庁指定被疑者特別指名手配と称す。治安に重大な影響を及ぼし、または社会的に著しく危険性の強い凶悪、または重要な犯罪の指名手配被疑者であって、その早期逮捕のため、特に全国的地域にわたって、 強力な組織的捜査を行う必要があると認められるものに対して行われる。殺人やテロなどの世間への影響が大きい事件を起こした被疑者が対象となり、特定都道府県だけでなく、日本全国の都道府県警察などを管轄する警察庁がその犯人に対する特別指名手配を取る。対象となる都道府県警には、その特別指名手配となった人物についての 情報提供を行うための担当部署、担当者が設置され、また、当該都道府県警の警察官全員に対しても、その被疑者の手配書が渡される。1972年2月から始まり、当初は刑事関係の5人、公安関係の5人が対象となった。過去に、過表の53人が特別手配され、控訴事項成立3人と指名手配中に、死亡していた1人を除き、 49人が逮捕された。現在、特別手配中の者はいない。過去の特別手配の例として、連合赤軍事件、スナックママ連続殺人事件、オウム真理教事件、広島刑務所中国人受刑者脱獄事件がある。過去の特別指名手配被疑者一覧未成年の被疑者に、対して指名手配を行った場合には、少年法の趣旨によって、 警察が被疑者の氏名や顔写真を一般人に公表することは原則としていない。ただし、凶悪事件で公開しなければ再犯の恐れがある場合などは実名と写真が公開されている。2003年に少年であっても例外的に公開を認める警察庁の通達が出されているが現在でも適用例はない。少年の刑事事件の実名や顔写真の報道を 禁止する少年法61条の規定など犯罪を行った少年の処遇の妥当性については議論がある。一部の出版社からは重大な少年犯罪をあえて実名報道する動きもある。少年犯罪の指名手配の例としては山口女子高先生殺害事件が挙げられる。2006年8月28日に同校の女子学生が校内で考察死体として発見され、 同校に通う19歳の少年が事件の重要参考人として挙げられ、女子学生死亡後に失踪していたことから、事件発覚の翌日の8月29日に指名手配となった。この際に、上記の規定により、実名や顔写真の掲載は伏せられたものの、殺人を行った可能性があるとして指名手配、されている人物のため実名や顔写真を、 公開すべきとの意見が多数マスコムに寄せられ、9月7日には、週刊新潮により、第二の被害を防ぐとの理由により、実名と顔写真が掲載された。しかし、同日になりこの少年が8月29日に自殺していることがわかり、未成年の指名手配に対する報道に対し、実名など公開するべき、するべきではないといった議論が大きくなった。 現在指名手配されている事件のみ記載し、日本の警察が指名手配犯の身柄拘束または死亡や控訴事項成立によって指名手配が取り下げられた事件については記載していない。2005年以降から死刑に対する控訴事項が25年に延長された。また2010年4月27日時点で控訴事項が成立していない事件については過去に遡って、 人を死亡させた罪であって死刑にあたる罪の控訴事項が廃止となった。日本では11月1日から11月30日まで指名手配被疑者捜査強化月間とされている。アメリカの指名手配所ポスターアメリカ連邦捜査局は世界中のネットユーザーからの情報提供を得るため2002年からオンラインでの指名手配を開始した。このオンラインでの指名手配は ウェブポータル大手のテラライコス社の協力を得て逃亡中の被疑者の情報を提供するものである。テラライコス社はライコスネットワークやテラコムのスペースを無償提供しここに手配書などが掲載される。なお、FBI はここで得られた逮捕につながる情報に対して検証金100万ドルを用意している。ありがとうございます。